では7月の1年生デビューライブ始めます。といっても1曲しかやらないので、まあ自己紹介とかも兼ねてちょっと話したいと思うんですけど、まあ俺が主役じゃないからちょっと1年生に話してもらいたいんだけど、1年生に言ったらまあまずは喋ってくれって言われたんで仕方なく喋ります。自己紹介俺もします。山本真人です。何喋るのかな。最近までタクボーさんに名字を覚えられておらず20分ぐらいかけてやっと名字を思い出してもらいました。まあそうですね、キーボードとかボーカルとかを主にやっています。1年生も機会があったら組みたいです。よろしくお願いします。ターミナルとかも聞いてます。初心者なんで多めに見てください。あ、ギター担当です。お願いします。はじめまして、ベースのシャイノの心理の星野かなです。好きなバンドいっぱいあって、一番好きなのがフォーリミーで、あとテッドダダダディーズが好きで、他にもアンディモリとかハヌマンとかイージュファクトリーとかいっぱい好きなので、そういう系統のバンド一緒に組んでくれる人探してます。よろしくお願いします。シャイノの制作の1年の高橋真子です。初めてまだ1ヶ月なので、優しい目でお願いします。好きな曲、アーティストとか特にないんですけど、サイサイの曲とかボカロとか好きです。お願いします。はじめまして、田澤拓磨と申します。はじめまして、シャイノの心理です。去年大学卒業したと思ったらなぜかもう一回いました。よろしくお願いします。いろんな後輩の皆さんと組みたいと思ってるんで、でも僕からちょっとなかなか声かける立場にないなって思ってるんで、よろしければお願いします。あと夏合宿とかスミカやりたいなと思ってるんで、なんかスミカ好きだよって人がいればちょっと声かけてもらえると組みやすくなると思います。よろしくお願いします。あと1年生めっちゃかっこいいんで見ててください。キューブお願いします。まあなんかこのバンド自体も練習も楽しくやれたし、もちろん1年生は先輩からいろんなことを教わったと思うんですけど、意外とね、こう3年生になってもなんかその、なんだ、練習との向き合い方とかなんか結構こっちも学んだことも多かったので、まあそうやってバンドいっぱい組んで一緒に仲良くなってくれればいいなと思います。じゃあやりますか。No.
うございました。